手を合わせました。オーストラリアの3団体王者でもありますジャシンタ・オースティン、気合い入りました。再び作法、さあ第1ラウンド始まりました。日本対世界3対3、これが最後の戦い、大将戦になります。1勝1敗できています。前蹴り放っていきます。左、マスターさん、サホ選手が外国人選手初みたいですね。パワーありますよね、見るからに。ですよね、まあ、そのね、こう勘でサホがパワーあります。右のストレート、左返していきます。ローキック、これも返しましたね。返しましたね。ゆうちゃみさん、引かないぞっていう感じが。やってほしいですね。オースティンもシャープですね。はい、前手です。突き刺すようにしました、サホ。右のオーバーハンドか、左ボディフック、ちょっと足流れました。平子ゆうきさん、どう見てますか。オースティン選手中央取ってますよね。ただ平子さん、初めて感じるこう海外勢のパワーでしょうからね。サホに中央取り返そうかというサホです。前蹴り、同じ階級たちにオースティンがだいぶなんかこうですね。でも165cm のオース、59cm のサホとあります。ボディフック2、まあ、ボディだ。今度は打ち下ろしてくるスピードありますね、本当に。はい、いいですね。佐藤義弘さん、ワンルールにも、こう、ムエタイルールにも、いわゆる対応できる感じだっていうことを、佐藤のことを一つ焦点、ポイントです。ストレート、左返していった佐藤。そうですね、やっぱやったってくれっていう気持ちがやっぱり響いてるんじゃないでしょうか。はい、色パンチ強かった。右ストレート強い、落ちましたね。強い、右でしたね。右ですね。脳が揺れたか。左キック、さあ出てくる。ストレートにかかるか。ここで第1弾の終了。平子さん、どうですか。すごい迫力ですね。やっぱりマサトさん、倒せるパンチあるんですね。ありますね。サホも初めてこんな強いレートでした。期待。マウスピースも外さずにずっとこのままいるんですもんね。結構手数出しましたけどね。さあ第1ラウンドではオースティンが右のストレートで一つダウンを奪っています。オースティンここまで22戦戦って19勝3つの KO 勝ちもあります。一方サホの方は13戦戦って12勝1敗です。さあサホが当たった、サホが出るぞ。さあ打ち合い上手、左フック、さあ投げてないスピードは、しかし一つ取らったか右を。迫力ありすぎていきますね。サホ選手確かにね、サホ気持ち強い、強いです。うわー、パンチ交錯する左、強いね。入ってるんですけどね、逆にギア上がります、スピードパンチの回転の速さでいうとサホの方が悪いような感じですね。うわ、膝でサホですね。ですよね、平子さん。うわ、来た。さっきガンと当たったストレートですよ。オースティンが当たるんですよね。うわー、サホも返す。オースティンやっぱり右ですか。ガンとかパンチ何発か当たってるんですよね。もう行きます、ミドル。さあ左側、おー、サホ前に出てきた、出てきた、出てきた。さあボディフック、さあここでランダー戦の中であの一つ捉えれば、サホはここまで13戦12勝1敗はデビューから2000年2016年の一つだけ負けを経験しています。サイドフック、うん、ありますね。そうですか。サホも今ストレート2つ入れた。さあショートレッジ左も入れた。いや、頭下げてくる。アクダルそうですね、センター。どうですか、もうすごい表情。そうですよね。うわー、左サホの前で、でも目を外さないですね。ですよね。サホももらってますもんね。もらってます、もちろん当たってるんですけどね。前に出ない。マサトさんからもテクニックもあるかもしれない。はい、キック、花咲バックブロー回った。バックブロー、ちょっと肘当たったかな。アッパー左打ってパンチに詰めた。いや、サホも下がらない。それだけゆうちゃみさん、だから可能性ありますもんね。そうですね、第3ラウンド楽しみですね。
さあ一方こちらは情熱真っ赤なコスチュームの佐保、対するは氷の皇帝、さすがのオースティンもちょっと口が開いてきた。うわ出る出る出る佐保、いやこれ肉を切らせて骨を断つと前に出れば可能性がある。すごいな、全然勝ってるぞ、これ前に出る、こっちすごいな。おう、フックです。さあこの人ずっとに美奈子さん体の太さが違うんだな。これがねじ込んでくるようなパンチ。ですね、実は、そこも膝持ってますからね、近い距離でちょっと反射しておかしいですけどね。うわストレートまた来た、みんな上がらない。ボディー左打って、あー膝左打って、左打ってちょっと膝打って、オースティン、さあ前に出ます。今日は絶対に右の滑走を放ったのがサード、ここに一歩でも近づきたいと話す。この強さを見せているし、すごい相手がオースティン、左離した滑走が前に出る。いやこれもさすがのオースティンが、そして鼻から出血も始まっている。意外とともに前に出ます。ストレート入れたぞ、サホやだ、パンだな、力が強い。普通のね、どうじゃったら倒れてもおかしくないような前になるんですけどね。サホ選手パンに入れてますね、前に出る。血が落ちているのがオースティンの方です。ゆうちゃみちゃん、まあ勝敗は分かりませんけど、はい、激しかったですね。そう、激しすぎてもう目離せなかったですね。ジャッジ箱崎30対28、うん、青オースティン30対28、ジャッジ水谷で勝者サオコーナー、ジャシンタ、ようやくジャシンタオースティンの目から涙が。戦いになったようです。ゆうちゃみさん、はい、やっぱりギリギリだったんですね、オースティンも。そうですね、オースティンもギリギリでしたけど、サオ選手もめちゃくちゃ強かったです。まさかさ、どうでしたか。いやもうね、女子でもこれだけパワフルなね試合見せてくれるとね、いやもう僕らもそうだし、お客さんも楽しめたんじゃないですかね。ベスターからの魅力をね、一番詰まった試合でしたね。平子さん、はい、ちょっと印象に残る試合じゃないでしょうか、今日までの中でも。なんか単純なのは、平和名勝負のうちの一つでしょうね。また見たいですね、この試合。本当そうですね。マサさん、そして今、進路きますけど、サホもぜひ一言ください。サホ選手もね、これだけファンの選手にね、全く心を入れて何か続けて、パンチの感じも良かったし、また、
そうですね、まあ、ニュージーランドレイス法とかね、まあ、そのオーストラリアの国内三冠王3団体で頂点に立ったのがジャシンタ・オースティンでした。さあマイクでコメント。This was the first goal I ever had since I became a pro fighter is to fight K1 in Japan. So I just want to thank you all for having me. I really want to thank Saho for fighting me. She punches pretty fucking hard. and I just want to thank my team who are there for me through absolutely everything. And my team back home at Karioti MMA as well. Thanks for having me.まず最初に今回の自分をこのような素晴らしい大会にご招待いただき本当にありがとうございます。自分の中であの K1 のリングで日本で戦うことは本当に夢でしたので、本当に嬉しく思っております。そして今日の対戦相手のサホ選手すごい強かったです。パワーもあってすごいタフな相手でした。そして今日これまで支えてくれたチームのみんな、そして、オーストラリアの応援してくださるみんな本当にありがとうございます。皆さん今日は応援ありがとうございました。まあ、彼女は K1 という国際的に大きなイベントで女子だけの大会が開かれる、これは意義深い。